カズマが言っちゃいけないこと言った。やべえ、もう引っ張らないで。でも私は獅子王機関のケンナギなのに。見習いのケンナギだろ。あの先輩ほらご覧なさい、香らない。曇りだからって油断してはダメよ。紫外線は同じぐらい届いているのだから。わーい。むに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 。すっぴんのさわちゃんは怖さ10倍増したな。ああ、よく聞こえなかったわ。もう一度言ってみてくれないかしら。うわぁ。えい、なるほど。なるほどじゃないで、こんなキュートでラブリーなオイラに乱暴狼藉を働くだなんて、なんて残酷なゴリラ。な、何この生き物。ひょっとしてまた妄想？夢？夢でも妄想でもないで、ほっぺをつねってみればわかるルール。オイラの方をつねってどうするに？で、この役立たずな付き人は何をのんきに眠っているんだ。痛いよ。おはよう、ダルク。いい目覚めだろう。先輩。お兄さん、ミナリに近づくな。お兄さん、ムカ様が見えるん？お前こそ、いつからあいつが見えてた？つい最近です。はい先生。何ですか雪乃さん。丸々バナナはおやつに入りますか？ああ、私のおやつ。やっぱりおやつよね。でもかなちゃんは夜にこういうのばっかり食べてるから胸じゃなくって。おやめなさい、おやめなさい。なに、廃材もうないの？あ、あ、うわー、髪結んでないんですね。どうでもいいだろう、そんなの。でもいつもは。さてワリコも同じに着目。うわ、痛い。どうでもいいよな。もう痛いです、なんてね。面白い。何をする。あっという間よ。サワちゃんも年を取るわけだ。なんだって。大丈夫だ、リュイ。見事合格、リュイ。なんで？そもそも、オイラの姿が見えた時点で合格。嘘、夢じゃないよね。だから夢ってばばあさんでも。嘘だったら許さないよ。嘘ってば。エミリア。シャーロー、僕はエミールだよ。忘れたのかな。いや、ね、彩子先生、座布団どうぞ。ありがとうございます。それから麦茶、あとうちはどうぞ。他には何だっけな。あっくんは宿題をやるんです。はい。何やってんのよ。いや、その緊張感というかこわばりというか、そういうのを少しでもほぐせたらと思って、ここ一番のユーモアを。あんたさ、なんか変な勘違いしてるんじゃないでしょうね。勘違い？そりゃ一応仲直りはしたし、成り行きで一緒の部屋に泊まっちゃったりしたけど、私たち別に何でもないんだからね。あ、兄様。やっと目覚めたな、弟よ。兄様。なーに、あっさり捕まってんだお前は。男の分際で囚われのお姫様かよ。あ、おい、ごめんなさい兄様、痛いです。もう
ゆきちゃんもちゃんと起きてよね。ご飯どころかコンタクトする時間もなかったし。かなちゃんがチューして起こしてくれたらすぐだよ。あのね、お？ってゆきちゃんさ、目覚めてんだったらさっさと起きなさいよこのバカね。同情してくれた。バカ、あんたマジでバカじゃないの。私でもいい加減切れるよ。何が好き好んで嫌いなやつと行動するのよ。私がそんな器用なことできるわけないでしょ。同情、何さす。こんな風に大勢で遊んだこととかないし、どんな顔して入っていけばいいかわかんないんだもん。アホか、どんな顔でも入ってみなきゃもっとわかんねえだろ。つぐみがこっちに来て変わった理由、少しは興味あるんだろ。塩を少しつけるとうまいよ。へえ。それじゃあいただきまーす。大丈夫大丈夫、まずくないから。では改めて、あーん、じいちゃん。じいちゃんがおかしくなった。ユウの顔はよく伸びるな、これが月の魔力。やっぱりあの水に月の光が溶けているのでは。ストライク、ストライクアウト。ミクルちゃん、ちょっとこっちに来て歯を食いしばりなさい。バツよバツ、みんなにこの面白い顔を見てもらうがいいのよ。私特技も取り柄も特にないし。バカチン、自分からそういうこと言うんじゃないの。そうだよ、大体あんた理数の成績はこの私よりいいじゃないの。それで取り柄がないとはどの国に言うわけ。ご身分ね。違うんです、違うんです。あんたはそうやってすぐ世間体を気にするから男ができないのよ。関係ないでしょ。大学の時もさ、人目気にしてグズ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 してる間にまんまと後輩に。何すんのよ、全部本当のことでしょ。言っていいことと悪いことがあるのよ。何